涌谷町の金宝寺には古より続く正月行事があります。その神事の一つに一年の天候や作を占うお弓神事があります。金宝寺は宝亀元年って言いますから、西暦って言うとですね770年、大友の駿河麻呂が金宝寺を建立したと伝えられています。白山信仰に天台宗が結びつき、農作の神様として庶民の熱い信仰を受けてきました。白山祭り、1月の白山祭りには種もみを持ってきましてね、それを奉納すると、それを お互いの離れた地区の方が持ち帰って種もみを交換していく、そのことは今で言えば種苗試験場みたいな役目をしています。こうして古くから農業との関わりが強い金宝寺では、正月にその年の天候と作を占うお弓神事を行います。お弓神事とは、お稚児さん2人が6本ずつ計12本の矢を射り、矢の当たり方でその年の天候と作を占うのです。その当たる場所によっては風が強いとか雨が多いとか、そういうのを占ったわけですね。お弓神事とは一年の農作物の出来不出来を占う厳かな神事なのです。このような農耕儀礼は農業を営む人々と深く結びつき、大崎高度の農文化として継承されています。世界農業遺産の大崎高度、先人たちが積み重ねてきた知恵と努力の結晶でした。